島式ホームに面に温泉の駅で、ホームは、かつて当駅がメトロ7号線の終着駅だった頃から使用されている。対抗ホームは、閣壁の向こうにあるポルトド・ラビレット駅は、フランス・パリの19区にあるメトロ7号線の駅。1910年の開設以来、1979年にメトロ7号線が当駅から北へ延伸されるまでの69年間、 同線の終着駅であった。1910年10月5日、メトロ7号線の開設と同時に終着駅として開設された。駅名は駅の直上にあるポルト・ドゥ・ラビレットから取られている。シモンの名前自体は1860年にパリの一部となった旧ラビレット地区に由来する。島式ホーム2面4線の構造を持ち、それぞれのホームは アーチ状の天井に覆われ対抗ホームとは区切られている。運行終了後ホームは車両の車内清掃のために作業場として利用される。長らく終着駅であったため車両を搬周させて折り返すためのラケット線が設けられていた。1979年に7号線がフォール、ドーベルビリエまで延伸し当駅は中間駅となったが、 ラケット線自体はそれ以降も残され、現在は、駅北側約100メートルのところに分岐線があり、主に補線を請け負うラビエット補線区へ続いている。1日の運行が終了した後には、多数の補線車両が当駅を通過する様子が見られる。2003年の1日あたりの乗車人員は9100人だった。 2011年の年間乗車人員は320万9252人。2012年は292万5024人。2013年の年間乗車人員は339万1240人で、これはパリメトロで155番目の多さである。駅周辺の地域は長らく公共交通機関の重要地点としての役割を果たしてきた。 20世紀初頭にパリトラムが開通すると、トラムから乗客が地区に流れ込むようになり、2012年12月15日にトラム3ビット号線が開通すると、再び交通結節点としての重要度が増した。パリ交通公団の路線バス139.150152系統が運行されており、夜間にはノクティリアンの深夜バス N42 系統の運行も設定されている。 ありがとうございます。